そこら中に積み重なっています。汚染水は1日も止まることがありません。こんなことを私たちは当たり前のように見てしまったら、もう次の世代も今の世代もありません。日本中死の灰と核のゴミ捨て場になることを承知の上で、関西電力の皆様はこれからも再稼働を願っているのでしょうか。お仕事お疲れ様でしたと言いたいですが、あなたの帰るそのお家にも放射能たっぷりの食卓が待っていますよ。途中で寄るお店にも食べ物は放射能たっぷりの飲み物であり、食べ物であり、空気であり、あなたが吸っている、私たちが吸っているこの空気の中にも大変汚染されたものがあります。皆様がマスクをされるのはそれが証拠でしょう。せめて自分の体を安全に守るためにマスクをされるのは人の知恵かも分かりませんが、すべてそれで解決できるわけではありません。皆様がお仕事をされているこの関連の中に本当の話し合いはないのでしょうか。住民の安心安全な暮らしを作るための話し合いはないのでしょうか。来る日も来る日も何億円儲けたか、何億円損をしたか、赤字だとか黒字だとか、それしかないのでしょうか。関西電力は一民間企業というふうな小さなものではありません。もう権力として私たちの暮らしの上を牛耳っているではありませんか。監視カメラを発展、私たちがしている活動を大阪府警に報告していい加減にしてくださいね。私たちはあなたの子分ではありません。あなたたちの言いなりになるような暮らしはしたくありません。孫や子供や次の世代の人たちに何を残しますか。放射能の廃とか核戦争のための準備の原発だとか、そういうものを残す大人にはなりたくないんです。原発がどれほど危険であって、どれほど有害なものであるかをまずは認識してください。そこから今日の活動も始めたいと思います。皆様、言いたいことはいっぱい言いましょう。てんこ盛りで言いましょう。ここ来てもう丸2年ぐらい経って、その人もちょっと喋れたんですけど、事故起こって3年経ってまだまだ変わらないっていうのが、まあ、ほんまなんでなんだと話をしてたんですけど、やっぱり友達とまとまっても歴史が好きで、まあ、僕もまあ歴史好きなんですけど、まあ、太いとこあるんで間違ってたら申し訳ないんですけど、僕が幕府もあんだけもうほんまに反抗の目を積むようなシステムを作った徳川幕府も潰れたんですよね。で、今はインターネットっていうのがあって、情報がもうすぐにリアルタイムで知ることができる。で、あの時代だったら旅行とかするのも大変、脱藩しなあかんけど、今だったらもう自由に人は行き来できるし、今日もほんまに総監来るのもいてほしい。あの、まあ、確かに目が巻かれて、今こう目がの、まあ、伸びてる状態で、まだすぐには大きく変わらないかもしれないんですけど、やっぱりこう時代がじり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 変わってきてるんじゃないかなとすごい思います。原発が安全っていうのはもうほんまに間違った常識で、過去に地球は四角いって言ったらそれが当時だと同じで、地球は動かないとか言ってたのも、今はもう地球は丸い、地球は動いている、それと同じで原発は安全というのはもう間違った常識です。放射能も安全と言ってるのも間違った常識です。もうこれはもうみんなが、世界中のみんなが気づいてることなんです。それに気づいてないのはほんまに恥じろ。聞こえましたか？安全でないんですよ。ところが学校に安全教育という
刷り込みをやっています。放射能は安全である。服毒本を渡して安全教育をやってるんです。何一つ解決していない。何一つ変わっていない。ますます子どもたちの健康被害が広がってるのに、関西では、まあ、日本中では放射能は安全なんだ、自然界にもたくさんあるんだ、そんなに怖くないんだっていうことを勉強不足の教員に服毒本を読ませたり、どっかの展示館みたいなところに行かせて、あれです、目の前にあります科学館ですが、そういうところに行かせて、放射能は必要なんだ、文化を維持するためにはこの電気で満たされた豊かな社会を作るためには必要なんだ、安全なんだという刷り込み教育をやっています。どこが安全か証明してください。汚染水がきれいになることが全くない今、どうして刷り込み教育ができるんでしょうか。無自覚な大人がたくさんいればいるほどそういうことが広がります。私たちがものを言わなくなったら、一体どんな地獄のような日本が来るんでしょうか。それでもヘラヘラ笑って給料を出せもらう労働者になり下がるのでしょうか。ものを言わぬ人は自分がどんな人間であるか、どんな生き方をするかも見つめることなく自分を見殺してしまうことになると思います。皆様、怒りを持ってこの関西電力に言いたいことを言いようじゃありませんか。若者が今こういう活動に参加しないのも安全教育に刷り込まれ、無自覚で無関心で、そして自分をどこかでもう切り捨てているようなところがあるのではないかなと私はとても危惧しております。どうかお話をいっぱいいっぱいしていきましょう。Thank you very much for coming here. This is Osaka, you know. And then everybody wants to know you. And so please introduce yourself this time, please. Thank you. I just visited Osaka. It's my first time to visit here. I just had to went to. I think you are against about the nuclear power station. So that's a very important thing, I think, because now in Taiwan we also against about the nuclear power. So we hold a protest about our government to stop the nuclear power. Yeah. So.ここへ大阪に来たのは初めてです。で、私自身がその、核開発というか核に対しては反対で、台湾の今政府も反対の方向にいますので、ここへ来ることをここへ来て、そのことをお伝え、できてとても嬉しいですということです。で、大阪に来たのは初めてですけど、Have you ever been to Tokyo? How many times? Once and when? Last year. 去年東京に一度行ってらっしゃるそうです。And then you are a student or a working? And is this is your holiday?今もう社会人で休暇を取って来たそうです。はい、台湾の方が、来ていただきました。はい。Can I ask you how old you are? I'm not 32 years old. 32歳だそうです。And then the district, what part of the Taiwan, Taiwan southern part, Kaohsiung, Kaohsiung, southern part of Taiwan. 台湾南部の Kaohsiung. Kaohsiung. 台湾南部の方からはるばるいらっしゃったそうです。30を過ぎていらっしゃる社会人です。ここへ来たのも初めてだそうです。Very, very fun.
to come here. Now is a very big movement or activities and almost 20,000 people or much more. And all the demonstration.今北にある話題 の, あ の, 核, あの核工場に対する反対運動はほぼ2万人を超えていると、3万人ぐらいのデモンストレーションがやっているそうです。はい、じゃあご質問がありましたら。はい、写真撮ってもいいですか？撮ってくれ。I beg you. Take it photo. ちょっと待って。ここに書いてあるのは、なんと、右の一番あの下の方にあります福島という字が見えます。ノーモア福島というメッセージだそうです。あとは読めますよね、皆さんね、分かりやすい感じですね。中国の新しい字とちょっと違う、昔ながらの字ですかね。はい、じゃあ集合写真ご希望の方は一緒に、台湾 の, あの反核活動家の方と一緒に。はいはいはい、俺も撮りたい。例えばあの関西電力前であの台湾からお越しになられたと皆さんで記念撮影をされているであります。です。1周年が何だか言ってる。これあれなんですよ、タヌキャスが始まって1周年なんです。明日で1周年です。実は私事なんですが、タヌキャスが始まりまして明日が1周年ですね。
あ、しまった、変なところ、しまった。消してもた。おー、セーフ、セーフ。大丈夫。それこれ座ってから出ないとやばいですね。座ってから出ないと操作しにくい。まあでもやるんですけど。ただ向こう映してるところを、はあ、後ろから。ああ、はい、誰、どこか、どうぞ。どこでもいいところ。あの、一応。あ、これ読んだ、これ、そうそう、そう、そのなんか、手を出しといて。こう違う。その画面を触るように手を。こうですか、こうですか、こうですか。そうそうそう。こう、こう。あ、オッケーオッケー、はい。ま、なんか V サインしちゃうんですよね、僕。ですね、実を言いますと、たぬき御膳のたぬきキャス、明日が実は、1周年でございます。ユーストリーム時代は前からやってるんですけど、台湾の名前がですね。Why you have an idea to come here? I just passed away. Do you get an activity? 間違えた。また最近誤字脱字が多い。どうもどうも、こんにちは、どうも、まだズボンがずれてきた、ズボンがずれてきました。あ、てか、そう、それ一応報告せんでいいですけど、まあ、ズボンが、あ、ズボン今ずり上げました。あ、ズボン上げました。あ、ツイートのなんちゃらはどうなんですか。今日のなんちゃらの方ですか。選手やってなかったっけ。選手やっとったな。ほななしやな。ツイートの
なんて言うんですか、農協はなしってことで。大丈夫か？あ、大丈夫、大丈夫じゃないです。ちょっと、最近なんかあれなんですね、ちょっと調子が、なんか、誤字脱字が多くて。あ、免許ある。ハーレム。あ、ハーレム。ハーレム。ウルトラ。あ、ウルトラな。ですね。アンテナ後ろついてるから、そのうちあれ帰ってきたら、パッパパッと原発。本日、ですね、あ、夜になってきたらちょっと涼しくなってきたんですね。大体毎週こんな感じで撮ってるんですよ。はい。これは、これが例のあれ、スムーズにいただきます。ありがとうございます。いやー、サーターアンダギー、サーターアンダギー、すいません、サーターアンダギーいただきました。どうぞ。もうサーターアンダギーには目がない。サーターアンダギー、サーターアンダギー、すいません。岡山の方から。どうも。ああ、いらっしゃい。サーターアンダギー行ってもらっちゃった。岡山から。ああ、そう。サーターアンダギー祭り。どうぞ。あ、しかも、ちょっと待って、両手が、ちょっと待って。あ、そうなんですよ。ちょっとインテリジェンス溢れる。この、ケーキまでもらっちゃいましたよ。わずか5時からさ、サーターアンダギー、ちょっと、配信そっちのけ、サーターアンダギーなんて、どうも、こんにちは、どうも、お疲れ様です。サーターアンダギー、すごい、すごい、うん。もう、いいです。あ、どうも、どうも、どうも。あ、先ほどどうも。今、そういったアンダギーが沖縄に来ます。あ、いや、そういったアンダギーはなかなか、これ、しかも紅茶入りですね、おそらく。いや、あれだよ。なんか、そんなにいいんだけど。あ、でも、どうも、お疲れ、ありがとうございます、どうも。なんか売ってますよ。これは何ですか？見えへんかな。あ、もうちょっと近づいてください。アップできる。あ、いや、行きます。これいいですね。ちょっと見て。あ、そうですね。はい、何ですか？これ、いただいたシールです。ほうほうほう。あ、Save Life from News。子供たちを救え、健康な生活を守れ。あ、これちょっと、あ、こっちだ、こっちだ。ん？泡になんなかなか。うん。割と、なんかこの端末の、こんなみんな、あれなんですよ、特徴かなんか知らないけど、なかなか天気が青いやろな。あ、静止画像とかは結構綺麗にするんじゃないです。はい。多分これ、苦情の方、ソリンエリクソンの方に行きますよ。あれ、貼らせてもらう。はい、バイク。あ、バイク。どうも。ついに、あれであります。ついに。カップケーキもいただきます。あの、カップケーキいただきます。でも、これもさ。配信とかほったらかしになって申し訳ないですけど、今、今度はカップケーキをちょっと食べたりしますので、ね、これはピーナッツですね、上のやつ。ああ、それね、いただくものなので。はい、カシューナッツかピーナッツ。食べながら貼ろうかな。よく母から食べながら話すなとよく言われる。どうしても食べても話しちゃうんですね。ユーストリーム前からやってるんですけど、去年っていうか、今日 10.17 の、大学裁判始めたんですけど、10月その日が初めてユーストリームした日なんですけど、
ですけど、次の年の5月ぐらいから追加してやってみようと思って、ユーストリームから追加して乗り換えたんですよ。まあ追加するのも全然楽しいだし、なんかすんげえ使いやすいですね。やっぱこれはね、追加するんですね。あ、また喋りながら。あ、どうもどうも。秘密でもう一個差し上げます。あ、秘密を、あ、これなんですか。はい、どうぞ。すみません、いただきます。あの、自作のチンスコウです。まあ、チンスコウ、僕大好物です。あの私たちが作る。あっさり、チンスコウいただきました。自作です。いやいや、もう、これチンスコウってどうやって作るんですか。粉と、粉油と砂糖を出てきます。今、台湾から30代の4日の休暇を取って日本にいらして、はい、その、あの、なんだっけ、あそこにあるのは、科学館に、見学に来て、ここに来て、偶然出会ったと。で、反核運動をしてらっしゃって、特に、個人でやってらっしゃると。で、皆さんにぜひ、この旗にですね、彼が持ってる反核の旗、福島をもう二度と繰り返しませんということは書いてあります、漢字で。で、そこへ皆さんのサインが欲しいそうですので、ぜひ、皆さん、サインペンか万年筆かで、ボールペンかで書き込んであげてください。よろしくお願いいたします。このチンスコもうまいっすね。ごまも入ってるの。あの、きな粉入ってないですか、これ。きな粉は入ってないです。ごまとね、はい、と塩が入ってる。あ、塩、あの、隠し味ですね。あ、これ、体で拭く、しかも体で拭くっていう、かなり強要ね。すごい、こっち簡単ですよ。何の粉なんですか、これ。薄力粉と、電球粉。はい、小麦粉ですか。小麦粉です、小麦粉。へぇ、砂糖はね、黒糖です。ああ、沖縄を醸し出します。なんていうか、あの、やっぱりあのなんていうか踊ってください、どうぞ。そうそう、イエイって感じになる。イエイというか、あ、なんか落ちましたよ。沖縄で言えば、あれが好きですよ。あの、ポーク卵って好きですよ。あの、大阪の駅前ビールの第何とかビールか忘れたん、第4か第3か忘れたんですけど、あん中に沖縄料理専門店っていうのがあって、前の会社におった時に皆さんと行って、ゆっしゃーって飲んでたんですけどね。あの、海ぶどうとかも、で、プレイのあの、あそこのビール、あの、オリオンビールですね、はいはいはい、という感じでして、どういう感じだったか分からないですけど。舞台のあるとこですか。なんか何軒かあるんですよ、ね、いろんな料理屋さんがあるんですよ、ね、激安食堂みたいな食堂もあってですね、おいしそうだなって眺めながらいつも歩いてるんですけどもうそんな感じでして、こちらまだ外国からの方がおられてですね、今日はやっぱり外国もゴールデンウィークってあるないっしょ、ないっしょ、ないっしょ、日本だけじゃないですか、和製英語ですよね、当然、ね、多分、ね、アメリカ人とかに言っても通じないと思う。ゴールデンなウィークなんだよ、意味不明だと思います。いや、もう、それあ、だから、結構、和製英語がその本当の英語になることも結構あるんですよ。あの、例えば、エアソフトガンってあるじゃないですか、はい、おもちゃの拳銃、はい、あれがだから、もともと、あの、本当の言語、あの、英語的にはソフトエアガン、エアソフトガンじゃなくてソフトエアガンなんですけど、あ、はいはい、あの、文法的な、あの、だからエアソフトガンって日本に発明したじゃないですか、あの、プラスチックの弾があるんです。だからエアソフトって言ったらエアガンのことを指すようになったんです、日本型の。ということはエアソフトで、あの英語でけ、あの、アルバイト検索すると、あの、外国の人がエアガンを打ちまくってる動画をバンバン見る。でもなんか最近はだから、あのさっきの台湾とか香港で作ったやつが多いですけど、あの、アメリカでも作ってある。あの、お家とかでゴキ代わりに、あの、打ちまくれる、ゴキが来るにって言ったら、
だから実弾だったらいきなり 家の中で実弾を撃ったらやばいじゃない、やばい、どう考えても、まあ、だから逆にいいっていうことでして、で YouTube のユーザーの人とやっぱりかぶるのかな、そういう、まあそういうもんあるのかもしれないですけど、まあでもそういうことでして、どういうことなのかわからないですけどという形で、また脱線するんですね。なんかすぐ脱線する話が脱線する方なんで、さっきからそれからいろいろなタイムをいただいて、ちょっとかなり気分上がってきまして、ちょっとなんかすごい外国の方、ワールドワイドなんですよ。ワールドワイド。岡山県からもお越しの。ワールドワイド。ワールドワイド。中国人、東京向いてる。中国方へ。タヌキもいますし、大丈夫ですよ。もう何でもありなんで大丈夫です。まあいろいろ。なぜか岡山の一時団子やなくてサーターアンダギーを持ってきた。いやいやいや、もうサーターアンダギー大好き。どうもありがとうございました。どうも。いやいる。なんか描く、フェインティングですかね。ちょっと待ってね。あ、布？ですね。台湾からお越しになられた方が、このフラフラ旗ですね。肌にちょっとなんか、あ、どうもどうも、こんにちは、どうも。あ、どうも、1周年でございます。いやいや、おめでとう、ありがとうございます、どうもどうも。書いてある文字がいっぱい書いてる。あ、すごい英語でから、なんて書いてあるかわかんない。あ、どうもどうも。ありがとうございます。なんて読む？漢字。福島はわかんない。300キロ。時速300キロ走ったら1時間で着くってことです。まあそうなんですけど。まあそういう。願いは。例えば各施設のデモでも3万人ぐらい来られそうな。
3万人ってあの写真見たら10万人以上、20万人ぐらい。ああ。どれやったの？フェイスブックも流れてる。あ、そ、じゃあ10万人以上超えるん。台湾って人口何人ぐらいなの？何人ぐらいやほらこれ。すごいですね、これ。これ台湾の電話で。ほら。見た、これ見た。これ。うじゃー、うじゃーって言ったら人ですから、すんごい人。今4つ目を。あ、落ちた。100万人ぐらい、フラグというか、あの旗というか、あのフラグですけど、ですね、こちら、寄せ書きですね。あの、ペン、なんて書いて、こういう時になんて書いたらいいかというのが、僕ちょっと頭に全くパーって、あれなんですよ、よく あ、お金になったんですか、まさか。あ、サラダ、ごちそうさまでした。サラダやんだけど、どうも、ありがとうございます。サラダアンダギー。あ、でも夕方なんだけど、また寒なんだけどですね、やばいです。今日はちょっと、もしかしたらやばいです。まあでも大丈夫。サラダアンダギーのエネルギーで、若干寒くても大丈夫ということになりますので、なんか寄せ書きですね。寄せ書きですね。というか寄せ書きをされる。英語か、英語は全く僕冷められないんですね。
この時はもう4月で、自分が言ってたことは3月なんですね。これ4月になってブワーッとくれたんです。4月ぐらいになってからもうデモがダーン。お疲れ様です。寒くなってきた。やばいやばい。原発なんかの、廃炉作業に当たってる、下請け企業の半数、ぐらいがですね、将来、撤退すると、いう方向性を出して、言っている状況があるんですよね。今でさえ、そんな状況で、どん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 廃炉する労働者が減っていってる。福島の今現在進行形の、放射能がどんどん漏れてですね、どないもこないもいかんような状況になってる福島の原発の廃炉、あれをこれ以上悪くならんように、止める作業員がおらんようになっていく、辞めていってる企業が撤退していってる。今でさえそんな状況やのに、原発のですね、規制委員会の安全基準なんかはあれはですね、原発が、100% 安全、動かしたら安全という基準ではないのにですね、なんかそういう基準に、政府や電力会社は勝手にあの基準が出たから安全になって、動かしても大丈夫なんだと、言ってしまってですね、原発を動かそうとしてますけど、今福島原発がそういう状況やのに他の原発動かしてですね、また事故が起きた時にね、どう
するつもりなんか。福島管理できてないのにね、安倍さんがオリンピックを、なんか管理できてるなんていう嘘を平気でついてですね、オリンピックを誘致して、ほんで、基準が安全な基準が出たから原発動かすので、また嘘ついてですね、原発、どん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 再稼働しようとしてますけども、ほんまに一体、原発動かして、また同じような事故が起きたときにどう責任取るつもりなんでしょうかね。ほんま東電の、東電庁は関連の八木さんも、もし事務所におったら、いてたら聞こえてますでしょうかね。ほんま福島の人たち、今福島に住んでる人たちはですね、福島が汚染されて除染してもまた、放射能の汚染の度が上がる、除染なんて、意味のない除染、そういう中でですね、そこで、生活せずに折れないような状況になって、心の中は不安でいっぱい、本当は、いろんな、避難の援助なんかしてもらえれば、どん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 避難したい状況なのに避難できない。そういう中で、暮らしてるんですよ。関連のある、福井の原発がですね、事故起きたら、京都も大阪もこの辺みんな汚染されてまいります。琵琶湖なんか汚染されてまいます。そうなった時責任取れるんですか。あなたたちはまた福島のようになかったことにしようとするんですか。人の命を犠牲にして自然を汚して、それをまたなかったことにしようと思ってるんですか。東電のように そんなことを絶対もう、私たち庶民は許しません、絶対再稼働は反対です。絶対に認めません。はい、ありがとうございました。今日ここにねパンフレットをいただきました。これは原発加盟を宮殿本殿前広場千日目の記念だそうです。このようなパンフレットができるっていうのはすごいなと思いました。でまた応援の横断幕も作ってそちらの方に送れたらいいなと思います。また見たい方はどうぞここにありますから見てください。暖かくなりました。今日はもう毛布を用意しておりませんが、皆様どうぞこのマイクを使っていろいろとお話しください。そして台湾から来たその青年に伝えたいことがありましたら、どうぞ今のうちにお伝えください。お願いいたします。次の方はどなたでしょうか。私たちが自分をせめて自分を見捨てないためにここに来ておられると思います。どなたからでもどうぞメッセージをお願いいたします。いつも来てくださる方、皆さんこちらの方に4月の連続講座のお一人でございます。あ、どうもどうも。はい、こんにちは。いつもありがとうございます。はい。じゃあ、三脚をこられて、この手持ち三脚を、タワン三脚なんですけど手持ちなんですね、まあ、ちょっと揺れてますけど、これ三脚を一脚にして手持ちにしているような気がします。つまり三脚ですけど一脚というか手持ちなんですね。今彼女に巻いてもらってます。こちらはいつもと少し違っています。浜岡の
原発の防潮堤建設をめぐって、桜会という地元の業者の連合会が脱税で摘発されています。3000億の防潮堤建設が予定されているというふうになっています。ところがあのビラの後半部分にも書いてありますけれども、中部電力は924億の赤字を今年度、まあ昨年度ですけれども計上しているわけですね。926億の赤字を出した会社が3000億の防潮堤を作るということ自体が普通の感覚では考えられません。赤字の3倍もの借財を抱え込むというふうに考えてもいいわけですけれども、なぜそうしたことまでするのかというのが問題の一つです。そこまでして原発を一気でも動かせば利益が還元できる、元が取れるというそうした考えだと思います。新聞記事の切り抜きを読んでて一瞬笑ってしまいましたけれども、建設業者だけが脱税したわけではなくて、それにまつわるキャバクラからパブからビールの納品業者まで全部が原発の再稼働のための特需で脱税をしてしまったと。地域ぐるみ、町ぐるみ、これが脱税の全部が脱税です。脱税どうしてもこれは摘発せざるを得なかったというふうに思います。これでございます。しかしですね、もう一方で考えてみてください。福島では脱税の摘発はありません。同じように特需で湧いている除染でも脱税の摘発はないわけですね。当然ですけども、福井市の収束を図っているゼネコン、もしくは下請け関係でも脱税等の摘発は一件もありません。唯一あったのが12年の11月、瓦礫の撤去をめぐって塩釜の業者が脱税で摘発されています。それ以降脱税等に関する話は一切出てきていません。で、理由はいくつ考えられますけれども、一つの理由は今脱税等で摘発されますと入札資格をなくしてしまうものですから、ゼネコンもその会社を使えなくなってしまいます。ただでさえ人手不足の現状の中で脱税摘発で入札不可になってしまった場合、いわゆる再稼働に向けた工事の進捗は大幅に遅れてしまうというふうに考えてもいいと思います。あまりにもできすぎたレースではないかと私は考えています。特需で湧く福島もこの前見てきましたけれども、おそらく数多くの違法な行為が行われていると思います。そうした中で今回の玉岡の脱税の問題は一つの時代の象徴だろうというふうに考えます。簡単に今会社に926億もの赤字を出しながら3000億の工事ができる会社ってどういう会社なんだろうというふうに考えてしまいます。そうするとある程度の結論はもちろん出てくるわけですけれども、それと同じようなことをここの関西電力もやっているというふうに考えて間違いありません。大分ヶ浜の原発の再稼働に向けて既に全力で原子力規制委員会の提言に基づくいわゆる核弾頭の問題に対して言い訳ができるように、おそらく推定で3000億ほどの工事を現在行っているはずです。それが動員されている労働者の数から逆算すればある程度想像できます。3000億かけてもなお一機でも再稼働すれば元が取れる原発、そして
再稼働ができないという現状の中で、宮城は昨日の記者会見で、また電気料金を値上げしなければいけませんという脅かしをかけてきています。一般家庭向けで 3.3% です。消費税が上がって生活がただでさえ苦しくなって、原発が動かないので電気料金を上げますと言われたら、原発問題は単に原発だけの問題ではなくて生活破壊の問題に今度結びついていってしまうと私は考えています。関西電力が原発の再稼働がない限り電力料金を上げますというのと同じことを中部電力も言っています。すでに5月初旬から中部電力管轄では電気料金の値上げが実施されます。続々と全部で旧電力の独占企業のうち6社が赤字決算でしたので、原発が動かない限り電気料金は値上げしますよという宣告に他なりません。まあ皆さんよくご存知の総括原価方式、かかった経費は全部電気料金に乗っければいいんだという安易な考えで電気料金だけが値上がりしていくと、これが今の原発を含む電気産業の一つの仕組みではないかというふうに考えています。絶対損をしない仕組みを作っておいて、原発を動かして人殺しをしてさらに金儲けるというやり方はあまりにも非道としか言いようがないのではないでしょうか。そこを私たちは自分たちの原発脱原発という運動をやりながら多くの人に語りかけていくときに、電気料金上がりますよと、生活苦しくなりますよと、なんで電気会社は電気料金を値上げするんですかということを考えて、そして一つの問題提起をこの間してきました。そうしていくとみんなやっぱり発電所の、火力発電所のいわゆる燃料が高騰してるからだというふうな回答する人がいます。これも簡単です。円安に誘導したのはアベノミックスですから、安倍さんが輸入の火力発電所の原価を値上げして、そして大きな意味で言うと電力会社が赤字になってまた再稼働です。ぐるっと回って再稼働、ぐるっと回って再稼働、全部が再稼働でチャラにしてしまうと。そして多くの第二第三の福島を作っていく危険をさらにさらに高めていってしまうと。このぐるぐる行動を何としてもやはり止めていくには再稼働は許さないと。再稼働して、そして元を取られて電気料金だけ値上げされて生活が破壊されてたまったもんでないというふうに私は考えています。再稼働阻止の戦いは今はもう原発の問題だけではなくて生活の問題をめぐる戦いにまでその根っこが深く関わっているというふうに考えて、今日は少し被爆労働の話と違う話をしましたけれども、そういうふうなことではないかと思っています。ありがとうございます。いつもながら私たちの生活に根ざしたところでついつい見忘れているところをまた三浦さんが指摘されました。質問のある方どうぞ。三浦さんいらっしゃる間にどうぞ質問してください。台風を明ければ 5% の時もそうでしたが、あ、お金だ。今度は 8% だ。一つ一つの品物に 8% の消費税がかかってくるかなと思うと、つい最近女性の貧困っていうテレビを見ました。1日に2つも3つも仕事をしてもそれでも手取りが10万円あるかなしかの女性たち、またはその子どもたちがどんな未来が開けるんだろうと本当に私は悲しかったです。これ以上働くことができないほど苦しい状況に追いやられて、この生活の上にさらに 10% 電気料の値上げ、もうとどまるところを知らないような生活破壊が彼女たちの上に来てるな。この人たちの未来を奪うのは私たちなんだと、騙してる私たちなんだ、無自覚な大人なんだというふうに私は思いました。それで今日何度か言ってるのは、
無自覚と無関心がますます私たちの暮らしを破壊していってるなというふうに思います。どなたでもどうぞご自由に関連し県でなくても質問があったらどうぞお願いいたします。関連前に集まっている皆さんこんにちは。響き合う会岡山ということで、毎週金曜日の7時から岡山駅前で秘密保護法の撤回を求める凱旋活動を行っております。今日は私が不在でちょっと心残りで、今日この場にいますけども、それはなぜかというと午前中午後にかけて、菅さんの弾圧裁判に、傍聴に行っておりました。今福島の原発災害から3年経っているにもかかわらず誰一人関係者が逮捕されていない。それどころか捜査も行われていない。こういう中で抗議をする者が逮捕される、そういうおかしな現実があります。これは権力側が 何人も殺し、そして将来にわたって健康被害を及ぼすかもしれない、そういう企業に対して何ら制裁を加えない、ぬくぬくとし、それに対して異議を唱え行動を起こすと弾圧し犯罪者にする。そして今この特定秘密保護法によって情報が遮断されて扇動罪あるいは共謀罪調査、それらによって本当に抗議するもの、知りたいもの、それが犯罪者にされる。本当に変な政治がずっと行われています。で、今やっぱり何と言っても再稼働をさせない、その一点が重要ではありますけども、今後将来にわたって自分たちがどのような立ち位置につくのか、例えば今週の漫画をめぐって鼻血が出たその事実をもってそのことはデマだとか、放射能と一切関係ないとか、そういうようなキャンペーンをしながら実際に健康被害を訴える声も封殺しようとしているのが今の流れだと思います。これはもしも再稼働されて再び事故が起こった、膨大な量の放射能が撒き散らされても泣き寝入り寄せようという今の流れをやっぱり食い止めることこそ本当の未来が開けるんではないかと思います。で、電気料金を人質に取りながら再稼働をしないとやっていけない、日本の貿易赤字が増える、そんなことを言ってますがこれもデタラメです。日本のメーカーがもう販売能力、世界に対するマーケットから信頼されていないから貿易赤字が起こるんです。今日本が作るもので本当にブランド力がない、だから中間で生産を行っている。輸入材料がどんどん値上がりすれば貿易赤字が起こるのは自然の摂理です。これらをマスコミは、例えばこの4月から始まった消費税に関しても社会保障が重要だから引き上げざるを得ない、社会保障をすることによって安心が担保される、そんなデマを言ってますけども、
実際は消費税が引き上げられた分は輸出戻し税として 20% 以上も大企業に還元され、その大企業に物を納める中小企業には輸出戻し税は返ってこない。そんなデタラメな経済あるいは政治が行われていて、じゃあ日本の未来はどうなのか。本当にこの日本の中で住んでいる日本人も外国人も障害者もあるいは被差別部落民も沖縄もアイヌも実際に生活がどうなっていくのか、先が真っ暗な中で奮闘せざるを得ない、そういう状況であります。皆さんやっぱり、この再稼働の一点だけ、そこだけを阻止すれば良いというもんではなくて、やっぱりそれも重要、その上に立って次に何を求めるのかということもちょっとずつ考えていってもらえたらなと思います。以上です。ありがとうございました。胸が迫ります。痛いです。いつも私がマイクを持ってますが、どなたでもどうぞお話しください。それで話しにくいなと思われている方もいらっしゃるかもわかりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はたくさんの人がいらっしゃるので、ちょっと告知させてください。秘密保護法廃止ロックアクションの実行委員の荒木です。次ゴールデンウィークの最終日6日、秘密保護法廃止ロックアクション難波ででも集会等でも行います。で、その前にフラッシュモブをやるんですが、配信中ですけど、フラッシュモブは場所とかそういったことはもうオープンにはしませんので、興味のある方はまたおっしゃってください。で、秘密保護はもう原発から、軍事関係から、全てのものを秘密にできてしまうということで、多分非常に危ない法律があるということで、皆さん興味持ってる方多いと思いますので、みんなで声を上げていきましょう。よろしくお願いします。詳細は聞いてください。ちょっと今日ビラ持ってくるの忘れましたので、よろしくお願いします。あ、こんにちは。台湾から来ている感覚の、青年が今関連前の方に、半角の肩みたいなのにサインしてほしいってお願いしてるんで、彼が台湾に今デモ中の台湾に持って帰られますので、明るいうちにサインしてあげてください。よろしくお願いします。ライトもありますよ。ライトはありますよ。これライトなんですよ。もし暗くなったら明るい方がいいや。明るい方がいい。そしてその台湾に帰られる前にお友達に会われるそうです。あとこちらにおられるのも数分ぐらいかと思いますので、サインをしてくださる方はなるべく早く彼の用意された、布、またはその隣に小さな布を用意してますので、どちらの布でも結構ですので、思いを文字にして託してください。はい、じゃあ皆さん熊さんの、はい、どうぞどうぞ。Hi, hello everybody. I just left here for visiting Osaka. It's my first time to visit here. And we are now in Taiwan. We are against the nuclear power in Taiwan. We hold lots of against to our government to stop the nuclear power plant. So I
I'm here to support you to stop nuclear power, to save the world, to save Japan. No more Fukushima. Thank you.初めて大阪へ来ました。今台湾では政府の原発をみんなで止めようとして、日々活動しております。で今回、大阪に来まして、この科学博物館に寄ろうと思ってきたんですけども、ここで皆さんにお会いできて、とてもラッキーだと思います。で彼が持ってきたフラッグがあります。福島を繰り返さないでというふうに、漢字というのか台湾字というのかで書いてあるフラッグがありますので、ぜひ皆さんで書き込んでですね、台湾へのお土産として、日本にもまだこういう人たちがいるんだということを伝えていただければと思います。あそこのフラッグで、はい、あと今あそこにいらっしゃいますので、はいはい、彼は30代の南部の台湾にいる、銀行員の方だそうです。で特にそのグループ名というか党派とかそういうのはお持ちでない、個人で活動してらっしゃるというふうにおっしゃってます。すいません、さっき秘密保護法廃止、ロックアクションの紹介があったと思うんですけれども、その時にウィール・ロック・ユーの替え歌を歌いながらデモとやろうと思ってるんで、一応ここでちょっとその替え歌を歌ってで皆さんに紹介したいと思います。まだなんか未完成で、なんともどないなるか分かれへんのですけれども、よろしくお願いします。できたら We will, we will, 6U のところは皆さんで一緒に声かけてください。お願いします。ほんならビービーズが踊りますのでよろしくお願いします。
さんよかったら、個人的に連絡して来てください。お願いします。ありがとうございました。元気のいい女性たちの動きです。男性も入っています。いつもはもっと素晴らしいコスチュームだそうです。今日はたまたまそのコスチュームはないんだそうですが、楽しみにしてください。今日はまたリハーサルなんでしょう、はい、ねっていうか今告知はないですか。何らかの告知は、差別社会の中で、それで韓国社会の中で苦しんでいます。で、私たちは何も特にできることはないんですけれども、声をかけて、マスミさんはじめ、韓国人の中の人に、外から応援の声を伝えたいと思っています。5月4日の11時から11時半まで、拘置所前に集まってください。できたら一緒に声かけてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、また台湾の青年も帰る時刻になるかと思います。クマさんの英語の歌をプレゼントということです。私は英語が苦手ですので通訳もできませんが、クマさんどちらにいらっしゃいますか。え、クマさん、英語の歌をお願いします。あれ？どっかに、あれ？あれ？あ、あそこにいました。あそこにおられました。はい。いやー、日本はとっても危険な国です。とてもない国です。どん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 秘密にしています。大事なことは全部隠します。もう保護法が通らなくてももう現実には秘密保護法ありのような日本ですので、はい、どこでもいいです。はい、明かりありますよ。マイクを持たせてすみません。で、Mr. Abrila Lisa Basan、 This is a song by John Biden in United States of America. He made it at the time of the accident of a Three Mile Island.Just a little rain falling all around, the gentle rain that falls is, and the glass is gone, boy disappeared, and the rain keeps falling by.Helpless tears and white have they done to the rain. Just a little boy just walking on the road, the gentle boy just walking on the road.And the glass is gone. Oh, it's up here. And the rain keeps falling like helpless tears. And why have they gone to the rain? Just a little breeze.Out of the sky, does hypnotize to the heavenly sun. Just a little breeze, oh, just a little.
of green and white, humming down to the green. Just a little rain, just a little boy, just a little breeze, oh, just a little girl, and a glass is gone. Oh, disappeared, and the rain keeps falling like helpless tears, and why have they died in the rain? スリーマイルでは、未だに、人は入れないところになっています。ね、せっかくだから福島は誰が壊したか、あの歌を歌ってくださいな、はい、もう一曲だけお願いします。またしばらく休憩してくださいね。彼は分からなくMister, I try to sing and song which is Korean Peninsula. This song is very, very famous for tragedy of North South Island separate in Chinese Korean Peninsula. And then same as it in Fukushima Prefecture, now the people are desperate, in despair, and then they cannot live it together. So I want to make a double image, and separate of north and south, and a separate of Fukushima people. But the Japanese, I'm sorry. Fukushima no izu yoku koto to nanasu suroi yukuいつまでも忘れ
走りたい。あたたらの空遠く。なんだっけ。心は変える。ありがとうございました。クマさんがこちらにいらっしゃる間、いっぱいいっぱい歌を聴きたいと思います。彼に何か言うことないかって聞いてください。はい。 And then, before according from here, please give us a message, last message. Please have a chance to come again, but Can I speak Mandarin? I come from Taiwan, and I bring a flag. The same message is no more Fukushima and no nukes. So if you can please leave your message on the flag, I will bring it back to Taiwan and show how Japanese they don't want the nuke power. So in Taiwan we don't like it also. So stop nuclear and save the world, save Japanese. Thank you. 大体皆さんお分かりだと思いますけども、ここで書いていただきましたフラッグを持ち帰りますと、台湾でもみんな原発は嫌いな仲間と一緒に頑張っていますと、皆さんのことを台湾に伝えますということで、ございました。はい、じゃあどうしますか。はい、次は、はい、こんなにたくさんのお集まりの方がいらっしゃいますから、たくさんの告知もあると思います。今私のここに、新しい告知がありますので、どうぞお話しください。失礼します。私の今考えていることと、それからイベントの紹介ですね、それさせてもらいます。で、ここ2、3日ですね、10人ぐらいの人たちでね、集まって、そしてワイワイと今の政局について話す機会があったんですね。で、そんな中でね、やっぱり皆さんだいぶ疲れてるんですね。なんで私たちの思ってることが通じないんやろうと、なんで原発の、ね、署名を集めるのになんでみんな原発なかったらどないすんねんと、それから私たちの生活どないなんねんというふうなことをですね、一生懸命聞くわけですね。そこでそういうですね、悩みをね、いっぱいいろんな形でその集会の時に、話し合いの時にこう、まあ愚痴ではないですけどね、そういうふうな話が出てきたわけですよ。そんな中で僕自身がですね、言ったのは、実は僕もそうなんやと、今の安倍政権のやってる、今外遊してますね、多分原発の話をやってくるでしょう、それからお金の話をしてくるでしょう。そんな中でですね、私の考えてることとは全然違う形で安倍さんはね、今の政局は動いてるんですね。正直言って僕自身もすごく落ち込んでるんです。で、そんな中でね、一つ言えることは、自分の足元で何かできることをですね、やらんと仕方がないに違うやろうか、それをですね、粘り強くやる、原発いらないなんていらない、そしていらなかったらどんな社会ができるねんということですよね。その時に10年先、20年先を考えてですね、20年先はこんな社会になってるんやと、10年先はこんな社会なんやと、そしてその社会を作るためにですね、今原発が本当にいるのかいらないのか、電気がどれ程度いるのかいらないのかね、それを考えることが必要なんだ。で、地球ではですね、やっぱしいろんな生き物が生活してるわけですよね。そのうちのどれ一つかけてもですね、やっぱしアンバランスになるんですよ。で、そんな中で地球の生き物たちがですね、バランスよく過ごせるようにね、いろんなことを考えていかないか、そしてその延長上
状がですね、私たちの10年先、20年先の暮らしになるんやっていうふうに私自身思ってるんですね。でね、イベントの紹介をしますけどもね、5月の25日の日に中崎町ホール、元の西美小学校のとこなんですけども、そこでですね、生物多様性のお祭りをしようということなんです。その時に原発もありです。それからそれ以外のですね、例えば公共事業で自然が破壊されてるっていう、夕方までですね、中崎町ホールのところでイベントをやります。そのイベントの一番の目的はですね、生物多様性が大事だということをですね、分かってもらいたいということ、それから今年のですね、9月の末から10月の初めにかけて、10月の中頃ですけどね、韓国で、COP12 っていうのをやります。4年前に名古屋で COP10 というのをやりました。生物多様性条約の国際会議なんですけどね。でそういう会議を今年はですね、韓国でやります。でその韓国に向けて、やっぱしこうやって皆さん活動してるのをね、それをもっといろんな形で発信したらいいんじゃないかな、そういうふうに思います。でそういうことをですね、ちょっとでもね意識してもらって、そしてちょっとでもですね、具体的に動いてもらうね、そういうきっかけになればということでですね、生物多様性祭りということでやりますので、ぜひ来てください。若い人たちが多いです。一番年上は多分私だと思います。で10代の子からですね、20代の子がたくさん来ています。でぜひぜひぜひね、来てください。以上です。ありがとうございます。今日はこんなにお集まりくださいましてありがとうございました。先週の裁判の時に私は言いました。何をしたら戦いなんだと。現場のこの場所に来て、それぞれが言いたいことを言うことが今私たちにできる最大のことではないかなと思います。今日も裁判があって、その意見をお持ちの方どうぞお話しください。で私は久しぶりに秋間編大阪府警表現の自由の侵害はっていう風なこのフラッグをそこにちょっとくくりつけたら、即三点不動産の方が貼ってもらっては困る。うちの敷地に貼ってもらっては困るというふうな苦情が出ました。でここは公開空地だから、まあこれぐらいはいいかと思ったんだけど、貼るんでもセメントの上、このタイルの上だったらいいそうですので、ここに貼ってますので、どうか皆さん今保証されてる間に表現の自由があるということを自覚した上でどうぞお話しください。お願いいたします。私です。3週間ぶりに来るんですけども、今日の裁判とは違うんですが、大阪の瓦礫裁判が、今月15日の日に行われます。第6回の審理を迎えます。で午前10時からなんですけど、傍聴席の方はまた見えたいなと思ってますので、ぜひ傍聴に来ていただきたいと思います。大体9時半ぐらいまで来ていただけると助かります。あと、5月31日に大阪瓦礫裁判の原告団主催で、前 の, 熊本和樹先生、明治学院大学の先生なんですが、お呼びしてまた L 大阪で講演会を開きたいと、講演会というか集会を開きたいと思います。ふるってご参加ください。それと、全く別件なんですが、私と大阪府内の有志で集めたエアフィルターの、サンプルの、測定結果が、二次測定結果が出まして、結論としては、この花区のウラン濃度、ウラン235の濃度がやはり他の地域よりも高いということは一応証明できました。また瓦礫由来かどうかということはちょっと言えないんですけども、これをもとに来週中に大阪市環境局に申し入れをします。で一応録画を YouTube にまたアップしたいと思ってますので、またML とかでも一応伝えします。また見てください。それと、今回は記者会見は一切しませんのでよろしくお願いします。またブログの方でもですね、測定結果の方は出してますので、またご覧ください。よろしくお願いします。
がとうございます。どうぞ皆さんどんどん続けてください。お願いいたします。すいません、あの人に頼まれて代わって告知させてください。去年の10月12日から14日に、ありました。大阪駅周辺で、野宿をしていた方に対する襲撃事件というのがありました。梅田野宿者襲撃事件というふうに呼ばれているそうです。でこの裁判が3月の20日に判決が下されたそうなんですけれども、それは刑としては懲役、3年から5年6年3年というような少年に対する判決が下ったわけなんですけれども、この裁判を通じて一体何が明らかになったのかと、問題点が本当にえぐられたんだろうか、この社会で本当に考えなければならないこと、それがこの公判の中で明らかになったんだろうかということを問題意識に持って、梅田野宿者襲撃事件を考える会という方たちが、この今現在の野宿者を差別し排除する社会についてもっともっと考え直していこうということで、集会が呼びかけられております。加害者の少年を、どういうか刑に処すばかりでは何も解決しないし、また私たち自身が持っている差別の問題に深く向き合っていかなければこの社会全体変わっていかないのではないかっていうような問題意識とともに、呼びかけられております。梅田野宿者襲撃事件の裁判を問う集会、5月18日15時から17時鎌ヶ崎ふるさとの家にて、事件の裁判の報告、傍聴した人の感想、それから風や市教育委員会への働きかけと報告、それからさまざまな人の意見交換、そういったことが話されるそうです。ぜひ皆さん参加してください。代わりまして呼びかけさせていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。今の風潮では貧しいものはゴミである、貧しいものは、そして力のないもの、権力のないものは犯していいっていう、この風潮がこのように職もなく住まいもなく野宿をせざるを得ない人たちを死に追いやってる、この社会こそ私は問わなければいけないと思います。加害者の少年だけではどうにもなりません。かつて私が勤めていたところにもそのような襲撃事件は何回もありました。で特にこれから夏になってその人たちがどれぐらい怖い思いをして朝の明けるのを待つのかなと思うと、橋の下やら公園やら、そしてアーケードの中やら、いろんなところで短い、本当に短い安心できない夜を過ごされるんじゃないかなと思います。本当は夜はぐっすり眠りたいはずなのに、そうでない日本、そうでない大阪があるということをどうか皆様身近に感じていただきたいと思います。さあどなたでもどうぞこの周りに私たちの活動をずっと見張っている警察もいると思います。お願いします。こんばんは。報道でありましたけれども、沖縄のオスプレイの配備を減らすっていう案が、アメリカの国務省の方が出したそうです。これは少し前の話です。で、要は沖縄県外に配備したらどうかということを打診したそうです。これも もちろん、辺野古の基地の建設を進めるための方便です。で、それに対してですね、ペンタゴンは拒否。沖縄
から、オスプレイを移設することは一切しないということを明言しています。ということは沖縄の、米軍基地にはこれから先もずっとオスプレイが配備されたまま、そしてそこからオスプレイが飛び立つ、日本の国内のどこで演習をしようがオスプレイは沖縄から飛び立つ、あるいは、沖縄から飛び立って日本国内の米軍基地を経由して演習に参加する、この動きは一切変わることがないということを、ペンタゴンの国防総省ですか、がはっきりと明言しているわけです。で、これに関連してですね、沖縄の辺野古基地の問題ですけれども、先ほどもあったかと思いますが、明日、土曜日ですので大阪行動、3時半から5時まで大阪駅前で、行われます。これはいつも通りの行動なんですけれども、実は大阪行動として、中之島祭りにブースを出展します。で、そのブースの出展の時間と、大阪駅前の大阪行動の時間が重なる部分があります。で、かなり、手薄になる可能性がありますので、皆さんできるだけ、大阪駅の、大阪行動または中之島の中之島祭りのブース、これは沖縄文庫のブースの手伝いなんかも入ると思うんですけれども、で沖縄文庫のブースの横で多分やると思います。でそちらの方どちらかにですね、ぜひとも参加していただいて、大阪行動の、なんていうんですか、妨害を許さないと、そういうことをきちんとやっていきたいと思います。で本日も、昨日からですけれども、再公判ありました半切れさんの、JR の外線弾圧の公判です。で、そこでも一つ気になることがやっぱりあります。前回、どなたか の公判か、交流理由会裁判であったか、目次の共謀、これがものすごく、昨日はいろいろ問題あったんですけれども、目次の共謀というのをまた言い出しているというのがものすごく気になりました。でこれは、秘密保護もそうですし、これまでのさまざまな弾圧で、その目次の共謀を理由にして、いろいろな方が弾圧されるわけです。で目次の共謀って一体何なの？同じ目的、同じ主義、主張、それを持って集まって何かをする。それだけで目次の共謀ということが言われてしまうわけです。ということは、ここに集まっているこの状態、これそのものがもう目次の共謀なんですよ。だからこういう集会でないとしても数人が集まって話をする。これさえもできなくなるような、そういうような主張がですね、検察の方からはしきりに出されています。でおそらくですね、これから先も、その秘密保護法等の関係で、目次の共謀、いわゆる共謀罪ですね、共謀罪を先取りするような動きというのはこれからもおそらく出てくると思います。だから、この、JR 外線弾圧に対する、戦いというのは我々絶対に手を緩めたらならないというふうに思います。でそれ以前の、この花弾圧についても、控訴審があります。だから、その控訴審で、JR の外線弾圧、隣半さんおられますけれども、JR の外線、の、弾圧、それから、後日令状逮捕された MT さんの、おそらく控訴されるでしょうけれども、その控訴審。これらの弾圧に対する、我々の断固たる戦いをですね、進めていかない限りは、やられっぱなしになると、っていうふうに僕は思っています。だから、ぜひともですね、この、公判にも、多数結集して、大阪地裁、大阪地検を圧倒するような力を見せつけてやりたいと、っていうふうに思っています。で、先ほどの大森さんの発言にもありましたけれども、弱者がやられるんです。弱者、権力のないもの、力のないもの、そしてお金のないもの、それがこれから先ずっとやられ続けますよ。それを阻止するのは何かというと、我々力のないもの、弱者がですね、
団結をして、その団結の力でその攻撃を跳ね返すしかないと思うんです。ここで手を抜いたら本当にこれから先やられっぱなしになります。これが原発の問題であれ、辺野古の問題であれ、この弾圧の問題、辺野古の問題、原発の問題、あらゆる問題で我々力のないものが結集すること、これこそがそれを跳ね返す唯一の力だとっていうふうに思います。ぜひとも皆さん一緒に頑張ってやりましょう。で、すいません、最後にもう一つ告知です、5月11日、大嘘をついて東京オリンピックを誘致した、その安倍を追及したいと。東京オリンピックは福島を差し置いてやるべきではないということで、東京オリンピック、東京五輪返上デモアットナンバーですかを、やります。5月11日13時半、南堀江公園集合、14時デモ出発、元町中公園までのデモです。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。皆さん、若葉のシーズンです。外に出ましょう。お願いします。この前 NHK の教育テレビでお対決警察のことをしてました。5人警察していいよ、4人までもうお腹の子供殺してしまったらしいです。で、日本はそういう検査をしても何の子供もありません。もともと検査自体がどっちか言うと殺すためのもん、目的以外に検査する目的はないと思うんやけども、でもまだこの前あの人たちの中のドイツなんかは障害者が前出したの障害者そういうふうに楽しく生きてるかいうこともいろんな角度から予言をするとかそういうようなこともまだしてるけども、日本はそういうことすらせんと県内だけして殺すというような方向に向いてます。これは本当にあの今はダウン症だけやけども、本当にあと十何年経って自宅した子供たちが子供を産む頃になった時には水方法でほとんど本当のことを言わんと、そういう人間にや人間にの加えたのを検査すると思います。今私たちはそのことをしっかりと考えて、どんな声でもみんなで受け入れて一緒に生きていこうという社会を想像して言うていかない限り、弱者気にしても一番真っ先に殺されるのは障害者です。障害者を殺すような社会は未来がありません。皆さん、もう一度よく考えてください。ありがとうございます。未来を奪っているのは誰でしょう。無自覚な私たちです。
文句を言わない私たちです。ただいま非弾圧中の裁判闘争中の判です。正直ね、いつもより多分ちょっと、弱々しい声じゃないかと思うんやけど、しゃがんでいい、いやしゃがんじゃなくてしゃがんでしんどい。あのね、裁判大変なんですよ。公判前整理手続きとかいう、裁判制度に合わせて作られた事前に争点をね、裁判の争点を整理するという作業に、伏せられてるんですけども、実際は裁判員なんか出てこないんですよ。僕ら見事なぐらい何も悪いことしないんで、全くのでっちゃけで逮捕されてますから、これほんまに、本当の何の、ね、立場性もない普通の市民連れてきてですね、裁判員にして僕らの公判見させたら必ず無罪になると思いますね。ところが公判前整理手続きやっときながら裁判員裁判でもないんですよ、これ。で、おそらく有罪にされるんだろうと思ってます。それでもとりあえずね、諦める気がありません。勝つ気で今や一死で戦おうとします。でこれは多分二審最高裁まで続くと思うので、もう最後まで勝つ気でやっていくしかないなというところです。なんでかというとですね、僕ね、ビラ撒きはまあ表現の自由ってことをですね、憲法でわざわざ歌ってるわけですから、それが広場のような場所で撒かれてるならばね、誰に止められる理由もないだろうと思うんですが、僕はまずそれを止めている JR 職員に抗議したことと、でそのことをまず威力業務外されてるんですけど、もう一つ、その後大阪駅というね、 JR 西日本で一番大きい駅、一番乗降客の多い駅でですね、で周辺にたくさんの商業施設があって、だからそこのコンコース、特に水戸筋コンコースと呼ばれる場所は駅を利用しない人が、むしろ駅を利用しない人の交通の方が多いんちゃうかと思うようなコンコースなんですけど、そこを僕ら通り抜けようとしただけなんですけども、それを止められて、止めるな言うて中に入ったことが、これも威力業務妨害されてます。なんでそんなことになるかというと、まず一つは僕たちがその時やってた街頭宣伝活動が何をやってたかというと、瓦礫問題ってわけです。震災瓦礫の広域処理、これを絶対にやらしちゃいかんということで、その時2012年の暮れに近い頃ですね、みんな必死になって運動してたんですよ、多くの人が。でその中心にいたのが小さな子供を抱えたお母さんたちだったりするわけです。そして何よりもですね、小さな子供を抱えて被災地から逃げてきた人だったりするわけですよ。僕はそれを目の当たりしながら瓦礫反対運動やってましたから、これはもう何が何でも止めるしかなかったわけです。これは絶対やったんです。でもその時この国の政府はですね、原発推進を続けるために放射能が怖いなんて話で瓦礫の広域処理を止めるなんて話はできへんわけです。そもそも瓦礫広域処理を何の合理性もないこのデタラメなですね、処理をですね、強引に押し進めようとしたのは何でかっていう話です。ちょっと使えてるから細かい説明しません、すいません。ちょっと今めまいがしてきました。僕らはここで絶対弾圧されなあかんかったわけですね。警察にとっては絶対弾圧しなきゃいけなかったわけです。
も JR は昨日今日の公判でもはっきりしましたけども、例えばゼッケンつけてコンコース通ろうとしたらそれは絶対認められへんそうです。彼らは実力でそれを止めて叩き出してもいいんやと思ってます。そういう文化を JR が持ってるんです。 JR 西日本が、なんで JR 西日本がそんなことを言うのかって言えば、もともと JR は国鉄でしたよね、1987年でしたっけ、民活、分割民営化してあの大阪駅は JR 西日本の管轄になったわけですけども、その不当な分割民営化で排除されていく国鉄の労働組合員がおったわけですわ。そういった人たちがビラ撒いてその不当性を訴えることを一体させないために、 JR はその日からビラ撒きだとかゼッケンをつけたりプラカードを持ってその敷地に入ることを何が何でも、憲法に違反しようが何しようがそれを鑑定するということを決めたわけです。そういう文化があることを大阪府警に利用されて、私は今このデタラメな裁判に神経すり減らしてるわけです。私は瓦礫に反対する意味としてね、もう一つあるのは、さっきもまあ半分言ってるんですけども、原子力を推進するために瓦礫の広域処理があったはずです。僕は福島第一原発が起こってからどんなことをしてもこの原子力は終わらさなあかんってことで運動するんですけども、してるんですけども、そうすれば JR が警察に加担するしてですね、私らを弾圧しました。どうも原発を止めるためには JR が邪魔になるみたいです。少し前にここで一人一人の力ない人間が集まって団結すれば、でもそれが大きな力になるという話をされてましたよね。その団結がですよ、100万とかの数になった時に私たち非力ですか。100万の人間で JR もこの関電も踏み潰しましょう。そうして私たちにはこれからも生き続けていくための未来を勝ち取りましょう。全力で戦いましょう。ハンさん、お疲れ様。ちょっと休んでくださいね。ありがとうございました。お願いいたします。皆さん、今日こそ言いたいことはたくさんあると思いますので、どうぞどうぞ、どなたでも遠慮なく、どうぞ。すいません、同じくフラフラです。お疲れ様です。カンペ前ちょっと来るの久しぶりで、前も久しぶりって言った気がするんですけど、決してサボっているわけでも来たくないわけでもないんですが、ただ唯一来たくないのは大阪市が瓦礫の焼却をしたからです。まず一つ、皆さんどうぞ、鬱陶しいですけどマスクしましょう。自分らがから被爆、自分を被爆から守らんとまず戦えないので、うちら人数減らしたらちょっと困るので、マスクしましょう。とりあえず大阪市内ね、ちょっとやっぱ汚染されてるんですよ。これは私の体感で申し訳ないんですけど、大阪市内に連チャンで来ると私ね調子悪いんです、まあ、それであんまり来たくないのもあるんですけど、ただやるなあかんことがあるとき、人って戦うか逃げるかどっちか選んだらええと思うんですよね。やると決めたら
ことをやるが私の心情なので、マスク二重でめっちゃ暑いし眼鏡も曇るけど、マスクして嫌なことは嫌ってずっと言い続けていこうと思います。今日は私もちょっとフラフラなので、っていうかね、こんなに連チャンで丸一日裁判入れんなっていう話ですよね、ほんまに。聞いてる人もしんどいでしょ。しんどいです私ほんまに。でしんどいけど腹立つんですよ、このでっかいビルに。で最近なんか綺麗し、この辺絶対電気代でしょ全部電気代ちゃんと腹立ってんのに客の言うこと聞かへん企業でしょこいつら。腹立ってしゃあないんですけど、腹立つことはもういっぱいありすぎて一つに絞れません。だから全部やりましょう。さっきお話があったんですが、一つ行動としては、そんな場合か安倍晋三、東京五輪返上しろ、先に福島収束せ、被災者被害者はよ救え作業員にはちゃんと保証しろっていうことを訴えるデモを行います。3回目です。東京でも半五輪でも頑張ってはりますけども、大阪でも負けると嘘ついてまでやらなあかん、そんな優先順位おかしいし、7年先の未来を今考えてる場合かっていう状態ですよ、この国は。五輪返上でも返、やりますので、5月11日、よかったら来てください。それと私はちょっともう疲れてるのもあって、喋るのもあまり好きじゃない、苦手なので、久しぶりにビルに向かって叫びたいと思います。もうね、別にカメラに映ってようが何でもいいんですよ、やるときはやればと思っています。もう自由にやったらいいんじゃないでしょうか。勘弁ヤギ出てきて客に説明しろ。電気代上げる説明をしろ。電気代上げる説明をしろ。原子力やめろ。原子力やめろ。被爆させるな。被爆させるな。原発いらない。原発いらない。再稼働やめろ。再稼働やめろ。こうやってでっかい声出したらまた警備員出てくるんですよね、鬱陶しい。よう見てはるわ聞いてんねやったら八木さんに伝えといて、もううちら原発いらんねん、ただの電気やんか。そんなん命削って作るほど値打ちないやろ別に。電気暗かったってええやん別に。っていうかそもそも電気ジャブジャブ作るような世の中作っといて今更節電とか言うなや。お口悪いです、すいません口悪いのどんどんバレるんで、もうこれでコールして帰ろうと思います。原発いらない。原発いらない。再稼働やめろ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 。原子力やめろ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 。被爆をさせるな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 。原発やめろ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 。私は言うのをやめません。関西電力は原発をやめるまで。今出てきた警備員さんちゃんと伝えといてや、お願いします。ありがとうございます。お一人お一人かけがえのない体ですのでよろしくお願いいたします。今日は台湾から青年が来てくださいました。偶然とはいえ皆様との出会いもたくさんあったと思います。どうかこの場所を出会いの場にして、自由にお一人お一人の発散できる場にしましょう。またよろしくお願いいたします。もう片付けてるみたいなんで短めに言いますけど、
まあ、今、スピーチしてコールしたあのポーンさんから流れてきた、メールで知ったんですけども、まあカウンター、大都会へのカウンター、友達を守るだとか、いろいろやり方に対しては賛否両論、いろいろ意見が、ある状態なんですけど、今、友達を守るだっていう、大都会がやる行動に対して、抗議の行動をしてた、団体、もう友達を守るだっていうのはもう解散して今ないんですけども、そこの代表をやってた方が、過去に、生活保護を受けてた、のが、詐欺に当たるということで逮捕されてですね。で、この前、そのカウンター関係の方とも交流あるんで、お会いした時に、聞いた、その後の経過聞いたんですけど、まだ交流されてるようです。なので、このね、ここにいてる仲間たちのがれきや原発などの運動に対しての、弾圧以外にもまた新たな弾圧が今、始まって行われていってるっていう状況が あります。あまり知られてないですけども、そういう状況があって向こうは向こうで、救援会も立ち上がってるようです。でこちらは、その向こうの救援とかは直接は関わらんでいると思いますけども、何か向こうからの協力や、ね、いろいろ依頼があればこちらからも協力して、いけばいいんじゃないかなと思いますので。またそういうメールがあればみんなで、その権力と戦う、権力のやってきた弾圧に対してはその行動の仕方のそのいろんな方針の違いや考えの違いを超えて、みんな協力してやっていかなあかんと思うので、また新たな情報が入ってくれば、みんな協力していきましょう。ありがとうございます。へこたれないこと、しつこいこと、元気のもとになります。皆さんどうぞ、あと少しの時間ありますので、せっかくの機会ですからお願いいたします。明日から5月3日から4日5日と大阪市役所の前で中之島祭りがあります。私たちだけではなくてとてもたくさんの大阪市民の集いですので、どうか皆さん、大体10時ぐらいから午後3時過ぎぐらいまであると思います。若葉の季節ですから、しっかりと大阪市役所前の橋本イランコールでもやってみてください。お願いいたします。大阪講堂は毎年のように、ジュゴンを作ってくださいっていうお子様たちの遊びのコーナーもしたいと思っております。今年は少しだけ亀を作りましたが、果たしてその亀でも、一方で例えば民主党の中で、地元岡山選出の江田皐月という、参議院の議長をやった政治家います。その政治家が例えば何をしたかというと、岡山の人形の中にはウランザンドで作られたレンガが使われていたりします。それはあんまり知られていませんが事実です。ですから味方のふりをして実は推進側の人間だったというものも非常に多く、これこそやっぱりそれを見抜く我々のこう目のしたたかさ、そこが求められているんではないかなというふうに思います。ですから、味方のふりをして実は裏で権力とあるいは電力会社とそれの人で握手をする、そういうこともやっぱり逐一、こちら側が暴いていかないと、おそらく
将来手のひらを返すようにひっくり返る。この前の国会を見てましても、例えば外国との協定で賛成をする議員が続出する。今やっぱり問われているのは、一人一人の政治家をオセロの目のようにひっくり返すことも重要です。ですけども、本当にこちら側が一人一人の政治家をチェックする、それがやっぱり必要ではないかなと思います。またもう一点、ちょっと宣伝します。響き合う会岡山ということで、毎週この時間岡山駅前で、特定秘密保護法の撤回を求めて、凱旋をしてます。でこの春に、定例議会で市議会と県議会に特定秘密保護法撤回の議会に対する陳情を行いましたけども、議会決議に対しては、どちらも否決されました。全く地方が独自の政治として成立しない、中央集権がどんどん進んでいて、やっぱ岡山でも地方の問題を切り捨てながら中央になびくというようなことがどんどん進行していて、非常に危ない世の中だなと。誰がストップをかけるのかというと、やっぱり立ち上がって声を出さんとストップはかからないんで、皆さん、どうか声を大にして全国で、声なき声で終わるんではなくて、どんどん声を絞り上げて出していく、そういうことをしましょう。以上です。私の生まれたところは岡山です。人形峠があることは私は誇らしいことかと子供の時思ったらとんでもないことでした。小出弘明さんがあの残土の問題をずっと話してくださってますが、今その残土がどうなったか、先ほど聞いたようにレンガになってどこにあるか、全国に撒き散らされたんだと思います。でもこの人形峠そのものがまだ何の後始末もできていないと思います。鳥取もそうだし、岡山もそうだし、全国がこれから汚染列島になっていくんじゃないかなと思ってます。皆さん他に告知はありませんか？せっかく今日ここに来られたのに何もない方、何も言わないで帰られる方、寂しくないですか？あの気をせばいけません。何もなくて帰るの、もうやりましたよ。はい、どうぞ。あ、どうも、行ったかどうか。どうしまして、うん、この前、実はこの前ですね、来たんですよ、曽根崎署から、皆さんご存知の方も、あ、どうもお疲れさん。なんだっけ、曽根崎の、警察から、なんか振り込め詐欺みたいなのがしまして、よう分からんことが言ったんですね、なんだっけな。任意なんか強制なんか僕書いてないんですよ、ああいうのって。なんだっけ、実は今日なんですけど、今日来いって言うんですよね。まあ、無視してるんですけどね。まあ、当然のように、基本的に、こういう振り込み詐欺とか無視するのに限るということで、あ、記念撮影ですか？そういう感じで、そんな、ですね、そういう感じで、なんて言ったらいいか、あ、どうぞ、あ、記念撮影ですね、記念撮影してある、あ、今日この、あ、どうぞ、もうちょっと、ということで、まあ、あれですね、とりあえず、まあ、まあ、ほっときゃいいとは思うんですけど、まあ、なんですかね、よほど、なんだかな、あったらいいかな。してますね。検察で。弁護士さんには報告というか相談はしてます。あ、もう全然、もう対策とかはもう大丈夫です。ご心配おかけしますけど、ありがとうございます。なんて言ったらいい。あ、もうちょっと最近ろれつが回らなくなってきまして、なんて言ったらいいですかね、文字とかも誤字脱字が続発してて、
あのこれ書き込みながら配信とかすると今日も2回ぐらいあの文字間違えましたけど、ね、あの予測変換とかするじゃないですか。だからあのちょっと変な文字あの打ち込みまくるんですが、まあ、あのそういうことですので皆さん あんまりなんかあの変な文字列は載っててもあんまり気にしないようにお願いします。どうもありがとうございます。なんかもうかなり尻滅裂なんですけど、ずっと私たちの活動を配信してくださっている方に今弾圧の手が届きかけています。そうなんですよ、とんでもないことです。この方が何をしたわけでもないのにこういうふうに全国にネット配信する人をまず息の根を止めようって言っているのが大阪府警です。私たちを見張っているのは大阪府警です。公安です。明日大阪駅にも来ます。もう早々と来ております。きっと今日もどこかに私たちの動きをずっと監視している人がいると思います。あの車でぐるぐる回ってます。他には気をつけてください。他に何か告知はありませんか。まずは皆さん元気で。実は私先週大変体調が悪くて、パッキンの壊れた水道ぐらい鼻水が出ました。血も出ました。あ、これはいよいよやられたかなと思ったけども、まあそのうちなんとか立ち直れると思ったら、まあ、皆さんに会えると思うと今日は元気に務まりました。ありがとうございました。じゃあまた来週もよろしくお願いいたします。明日から3日4日5日たくさんの活動があると思いますが、中之島の市役所前の特にあの橋本さんのいる市役所の階段の近くにおりますので、またよかったらお出かけください。ありがとうございます。ああ何もございませんか。明日はでも市役所にあの橋本は来ないと思います、ね、はい、もちろんネットをしてるかインターネットしてるかツイッターしてるか、橋本さんはお休みでございます。あのちょっと家で寝てると思いますの で今日も橋本さん の行政に対してお昼ぐらいに随分と抗議のアピールがありました。大阪市の水道を民営化するとか、幼稚園とか公立の学校をどんどん民営にするとかいうふうな動きが今あって、もうとにかくあの方は大阪を壊すことが一番のお仕事のように思っておられます。どうか皆さん声を出してください。大阪府民であろうと市民であろうと、関西に住んでおる人は橋本さんにとても批判的な目があるということだけ届けたいなと思ってます。じゃあ皆さんお元気で、またよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご協力入って休んでください。ありがとうございました。今日はお風呂とご飯とまたお風呂が入って、またそれからご飯食べて、それからお風呂入る。いやでもご飯も食べないです。やっぱでもお風呂入る前にご飯食べると血行が悪いって前言ってた昔だから、それ以来お風呂に入るときご飯食べてからお風呂入ると、あ、これは体に悪いなと思いつつ、やっぱりご飯食べてからお風呂入るんですけどね。もうなんかやっぱりもっともっと E に行くはずの血流が体の表面に行くじゃないですか。だからあかんねんっていう NHK で言ったんですけど、どうだかわかんないですけど、まあ、でも空腹のままお風呂に入るよりはまだ安全ですよ。でも前今はあんまりしないですけど、前はお風呂に入りながらビール飲みながらお風呂入ったんで、それは体に悪いと言われました。それは、はい、悪いです。ひっくり返るからそれだけはやめろと言われました。そういうわけで、やっぱりお風呂でビール飲むのは体に悪い、日本酒も悪いですね。あとお風呂でコーヒー飲んだりお茶飲んだりもしますね。かなり長い風呂なんで、僕結構40分ぐらいお風呂入る、ね、そういうわけで、どういうわけかわからないですけど、大体こういう感じでようわからんことを言うんですね、終わりにしない、はい。ではそれでは皆さんごきげんよう。あ、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。どうも失礼します。どうもどうも。